思うようにいかなかったとき、ライバルに競り負けたとき、込み上げてくるのが悔しさです。自分を責め、相手を恨んで唇を噛みしめ、歯ぎしりし、わなわなと身を震わせたことはありませんか。こんな姿、決して他人には見られたくありませんが、これこそがさらなる高みに押し上げる飛躍。人の上に立つもの、番付が上位のものほど、真の悔しさを味わった人間、と言ってもいいでしょう。 そんな悔しさにまみれた力士たちのエピソードです。月刊、相撲、平成22年11月号から連載された、泣き笑いドスコイ劇場を一部編集。毎週火曜日に公開します。私の、奇跡の一枚、連載14木村正直の名裁きどうせなら、後悔、先に立たず。平成22、2010年夏場所初日。 西前頭8枚目の豊響、現山科親方、対等前頭9枚目の土佐豊、現時津風親方、戦は右四つから土佐豊の上手投げ、豊響の下手投げの打ち合いになり、両者頭から激しく落ちた。行事の軍配は土佐豊に上がり、物言いがついたが、豊響の曲げの先っぽが土俵につくのがわずかに早く、軍配通り土佐豊の勝ちに、 顔の右側に擦り傷を負った土佐豊は、擦りむいたと言っても、自分は大騒ぎするほどの顔でもありませんから。頭から落ちた拍子に髪の毛も100本ぐらい抜けましたけど、久しぶりに初日に勝ったので嬉しい、と大喜びしていたが、翌日のアラン戦にも負けて2連敗スタートとなった豊響の悔しが利用はすごかった。アランに寄り倒され、無然とした表情で引き上げてくると、場所前、 曲げの先を2センチほど切ったんだ。もっと切っていたら、今頃1勝1敗だったのに、と唇を噛んで見せた。負けてもただで引き下がるような力士は幕内まで上がれっこないからだ。この場所、豊響は後半、よく盛り返して8勝7敗と勝ち越したが、今でも心の中では、あの場所、もっと曲げを切っていたら9勝6敗だったなと思っているに違いない。